アジュマニ県と2001年から2005年の県境、アジュマニ県は、ウガンダ北西部西ナイル地方東部の県。モヨ県から、白ナイル東岸の東モヨ郡が1997年5月17日に分割され設置された。2002年の国勢調査人口は20万1493人。南西に、アルア県及び、ユンベ県、南東に、アチョリ地方のアムル県、北に、 南部スーダンの中赤道州に群れと接する。モヨ県と共にマディ族の多く住む地域であり、第二次スーダン内戦の難民キャンプも存在する。アチョリ地方に接するため神の抵抗軍と国民抵抗軍の戦争の影響も受けた。白ナイルはアジュマニとモヨの間を西から北へ流れ、スーダン国境付近で北西に向きを変える。北部は高地が多く、 南部は森である。アジュマニには小型滑走路があり、アティアク、モヨ、オボンギ方面へ道路が走っている。ウガンダ国民救済戦線を率いて、西ナイル地方で反政府活動を行い、ヨーエリムセベニと和平合意して、福祉相券災害対策省となったモーゼスアリ中将はアジュマニ県出身である。知事に相当する第5地域議会の議長はマークドゥル。 ありがとうございます。